教えろ。ボードレース専門チャンネル、レジャーチャンネルです。早く教えろ。山崎選手、優勝選手進出おめでとうございます。ありがとうございます。さてね、今の順位振り返ってみてどうですか。はい、まあ1コーナーは冷静に回れたなと思います。はい、今回のモーターね、時間が走ってみて、はい、今日の順位が最高レベルまで持ってきましたか。いや、2日目の前半が一番良かったですね。ということはそのイメージは頭の中残ってる。残ってますけど、まあこの足でも十分戦える雰囲気ではあると思います。はい、でね、今節ここまで得点トップで順位1号艇、それクリアして1着でクリアしたんでね、明日優勝戦1号艇なんですよ。はい、この優勝戦1号艇って、はい、いろんな思いがあると思うんですけどね。はい、まあちょっと古い話なんだけど、はい、嫌な思い出あると思うんですよ。この辺に関してはどうですか。嫌な思いですか。こじますかね。いやでもまあそうっすね、もういい加減いい年なんで、はい、レースまで楽しみたいと思います。はい、違う、これある意味ね、山崎智也の1コースというファンいると思うんですよ。はい、ただそのファンに対して、はい、今回は行きますよと。まあ行きたいのはやまやますけどね。はい、はい、頑張ります。はい、はい、それからね、明日優勝戦までの作業っていうか、何かこれもっと欲しいよっていう。まあペラ微調整で、バチッと合わせられたらいいなと思います。ピット離れに関してはどうですか。ピット離れいいんですけど、あんまり1号手なんて関係ないですね。ではね、このボードを使ってね、はい、明日山崎選手1号手なんですけど、はい、コースと起こす位置を、まあ、このままだったらこんなもんぐらいで、こんなもん、はい、許してもらえたらいいなと思って。この2号手の、はい、太田選手は、はい、結構まくるとかって、はい、聞いてまくるつもりで行くと、はい、聞いてました。聞きましたよね。はい、行かなくちゃいけないですよね、これ。頑張ります。他のこのメンバー、はい、5名と比べてどうですか。まあそんな大差あるわけじゃないと思って、はい、あとはレースに集中していきたいです。ではね、はい、明日優勝に向けての意気込みをファンの方に一言、精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。